日韓競馬とは、株式会社日韓競馬新聞社が、関東エリアを中心に発刊している、中央競馬、南関東競馬専門新聞である。1950年、南関東版が先に創刊。3年後の1953年に、中央版が創刊され、両版を合わせて、毎日発行される体制となった。2008年8月までは、 オートレースの川口オートレース場でも専門新聞の日刊オートを販売していた。長官スポーツ紙の日刊スポーツおよびその版元である日刊スポーツ新聞社との関係は全くない。日本競馬新聞協会、関東競馬新聞協会加盟紙、北海道、東北、関東エリアにおいて、主場版と重条版の2種類の紙面を発行するとともに、 コンビニプリント版と PDF 新聞により、東海異性も含めた全国で購入できる。なお東海、近畿地方では、上半の宅配購読もできる。価格は500円で8ページ建て、馬柱は縦組み。上半は一般の新聞と同じブランケット半サイズを採用し、一面と最終面がカラーズリ。レース情報と予想が、 記事のほぼすべてを占める競馬専門誌の中では、山野光一の血がかける吉川亮の競馬人情、柏木周保の編集長の競馬など、コラムが充実しているのも特徴。看板評論家は編集長を務める柏木と飯田正美だったが、柏木は華麗に伴い2018年5月27日付け、紙面限りで毎回再びのレギュラー予想を退いた。なお、 従条版の本誌予想はバレエやレースの条件で担当を変えて行われている。日韓競馬新聞社は古くから関東地方以北の地上波民放テレビラジオ局で放送される競馬中継番組に多くのスタッフを送り込んできた。ライバル誌だったダービーニュースの休館後は関東の競馬専門マスメディアでトラックマンの放送系メディア出演が最も多くなった。ラジオでは ラジオ日経第一放送、中央競馬実況中継で、昼前後の競馬専門指定協枠に、長年協賛すると共に解説者を派遣している。またラジオ福島、福島競馬実況中継には2013年から、それまでのダービーニュースに代わって、多くのトラックマンを派遣している。1980年代には、当時本市予想担当だった、サムが、日本放送、 日曜競馬日本に出演した。富士山 k グループとの間に資本関係はないが、すいが産経新聞社発行の競合紙競馬とへ移籍した後も日本放送と日刊競馬新聞社は良好な関係を維持している。ちなみに、ラジオ日本にはレギュラー解説者を派遣したことはないが、ダービーニュースの配管に伴い移籍した沢田美希が全所属時代から不定期に、 ゲスト扱いで出演していた。1984年、関東独立有曲、中央競馬ハイライトがスタート。担当制作会社マイプランと提携するとともに、同番組のスポンサーにつき、解説者の派遣を始めた。翌1985年には、昼間の中央競馬ワイド中継もスタートし、こちらにも解説者を派遣した。2011年、JRA は、 東西独立遊曲で放送されていた競馬中継を BS デジタルによる全国一斉放送に切り替えることにし BS11 と組んで BS11 競馬中継馬ナビ、11をスタートさせた。これに伴いワイド中継ハイライトに出演していた日韓競馬トラックマンは多くが移行した。なお、関東の独立遊曲ではその後も ライブリポート中央競馬中継、金曜競馬クラブ、競馬展望プラスといった競馬関連番組が放送されてきたが、これらの番組にも日韓競馬のスタッフが引き続き派遣されている。テレビコマーシャル CM は、梅田つねののボーカルによる、猛振り向くな青春は、風の中の出だしで始まるオリジナルソングの30秒、CM と、柏木。 飯田の看板評論家を全面に押し出した15秒、CM の大きく分けてにパターンとなっている。なお、2011年現在、関東の地上波テレビ競馬関連番組にて、CM が放映されている競馬専門誌は、当詞のみとなった。主なトラックマンのメディア出演1950年10月1日、総刊。大井、川崎、船橋、浦和各競馬版を発行しており、 会社の事業としては、こちらの方が中央版よりも3年早く立ち上がった。2020年に創刊70周年を迎えた。価格は550円で4から6ページ建て、馬柱は縦組、一般新聞サイズ。中央版、同様、一面と最終面がカラーズリ。南関東の競馬専門誌ではトップシェアを占めるとされる。看板評論家は、 大井競馬の本心予想担当として活躍していた吉川明彦。過去の所属者としては、1998年まで東京シティ競馬中継やグリーンチャンネルなどの地方競馬関連番組に解説役で出演していた小林文城担当トラックマンであった栗原正光が知られる。なお、南関東地方版でも統一重賞開催の場合は、 中央版本誌担当の飯田や柏木が出張してきて予想を披露することがあった。ウェブサイトはオンラインによる紙面購入や特別登録場情報、過去の GI レースを紙面で振り返る企画などページの充実が進んでいる。また無料のメールマガジンでは柏木、飯田のメインレースの予想が掲載されている。ありがとうございます。